こんにちは。今回は機動戦士ガンダム水星の魔女第18話に対する視聴者さんの反応を見たいと思います。それではどうぞ。急に授業始まったな。いつものスレッタ？スレッタ元気そう？スレッタが思ったより元気そうで泣いた。よし、普通の学園アニメだな。割と元気に見えるスレッタ。スレッタ、頑張ってるな。普通に学生やってる？スレッタ、エアリアルタよりじゃないのか。めちゃくちゃ焼けになってる。マシマシすぎる。何食ってんだよ。なんだその食い物。宇宙にもジロー系あるのか。こんな時代にもマシマシって。スレッタ、ジロリアンだった。こういう時って落ち込むよりも変に様子が変わらない方が心配になるよな。なんだか無理してる感がすごい。わかるぞ父、そういう顔になるよな。怒ってない父いいよね。変に擦れるよりも怖い展開。やりたいことリストの存在忘れてた。元気そうに振る舞えば振る舞うほど心配なんだよみんな。オープニンググエルのカット変わった。グエル先輩が前に進んでる。ギャー融資してくれーグエルさんでゲソ。お、CE 洋服。ミオリネさん、グエル君の秘書になってる。これが本来の結婚相手なんだよな。ミオリネさんスーツいいな。グアンダム、シュバルゼッテじゃん。ここでシュバルゼッテ。シュバルゼッテってもうできてんの？ギャグアニメの乗り換え。このままんさ、相変わらずだなかっちゃん。ひしょりね、かわいい。やっぱりグエル君のとこで作ってたのね。草、ガンダム流してんのプロスペラかよ。やっぱりガンダムシュバルゼッテは自宅車のモビルスーツだったか。頼むからグエル君はガンダムに乗らないで戦ってくれ。プロスペラ、やりたい放題やんけ。ミオリネさんが素で叫ぶの珍しいな。ガンドノート？なんかヤバそうなの作ってる。ガンドノード、ノードってことは。ガンドノート絶対新商品 B だろ。回収できなかった。嘘だろこれ。シャディクソテメ。プロステラ、本気で全方位に暗躍してんな。ラスボス候補対ラスボス候補の会合か。いろいろ気な臭い話になってきた。シャディクとプロステラはお互い騙し合いか。なぜわざわざ座り直したし。二人の間を通ったのわざとだろシャディク。プロスペラもシャディクもひょうひょうとしやがって。みんな大人の雰囲気。音質の管理しとる。機械戦ほんと面倒見いいな。お前まだ音質に入る権利あるの？まあ事情知らない方からしたらね。チュチュ回線頭のボンボン大きくなってません？チュチュさん、やっぱり優しいな。ラウダ君も葉っぱかけに来たか。後ろ二人が何とも言えない顔をしている。やっぱチュチュ回線いいやっこだな。このタイミングでお礼言う？狂犬チュチュパイセン落ちたな。チュチュにお礼言いに来たのかよラウダ君。フェルシーちゃん、ラウダに着いたんか。うん、スレッタが辛い。もう心に蓋するなよスレッタ、怒っていいんだって。スレッタ、間違ってはないと思うよ。殴り込みじゃん。チュチュ先輩さすがです。チュチュ先輩かっこよすぎる。チュチュね、気温な前すぎて最高を。チュチュパイセン、マジチュチュパイセン。本社に殴り込みだ。今から一緒に、これから一緒に殴りに行こうか。チュチュパイセン、乙女だぜ。やべえ、チュチュパイセンがちゃんとパイセンやってる。そういや2回ないんだった。マルタン居残り。マルタン残して大丈夫？来たな、格付けチェックでもうすぐ消えそうな人たちの部屋。まだハズレベヤいるのかよ。ニカーネカでかましてて好き。別人だよ、知れ。え？あっさり明かした。そんなシステム使ってんのか。バラしていくスタイルの5号。めっちゃ口軽いな5号くん。強化人士の内容ペラ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 喋ってるが大丈夫か。5号くんは煽るのが好きだね。エラン5号、こんないいキャラになるとは。5号、普通に身体能力たけんだよな。グエルが強すぎた。格付け外れ部屋組は安定してるな。やばい、今日情報量多すぎる。まだ半分。なんとかして、シャディクの評判落とすぞ。シャディクは総裁選での敵になるのか？こっから支持率をどうやって巻き返すか。動き出したな。デモと対話？戦争やん。地球に行くのか？地球編始まるのか？ここでグエル君の地球の経験が生きるのかな？ここでエアリアルか。地球に行ってデモと対面するのか？大丈夫かな？ミオリネ。命を救う。当初の目的はそうだしな。株式会社ガンダム。手のひらくるくるモブ。
夫弟くん不穏ですね。見ちゃって、おばさん？このおばさん、やはり政府の諜報員だったか。いろんな人曇らせていくやん。ハロザンゲ室何？急に出てくるセセリアで草。何やってんのセセリア。懺悔失敗メスが聞かんのみたいなの面白すぎるだろ。不正解でセセリアちゃんから罵られる懺悔室絶対お台場とかに作ってくれ。ドミニコス来た。ケナンジさんや、また登場の機会があるとは。ケナンジさんが太っててショック受けてんの？さあ、どうなる。マスクつけたままメットこうむってんの草。エアリアルが呼んでる。わっかりやすい罠やな。エリクトとの話し合いか。結構早い段階でエアリアルにまた乗れたな。進んだ結果がこれだからな。何企んでるんだプロスペラ仮面。嫌な予感が。エリクトお姉ちゃんはスレッタのことを本当に大切に思ってるんだな。なんじゃデータストームん中。エリクト来た。うわー、ユリカゴの星だ。エリクトとつながった。お姉ちゃん、僕っ子。進めば二つ、呪いからの解放来るのか。エアリアルちゃん声かわいいね。スレッタがもう手のひらの上すぎて。これもデータストームの影響か。肉体のないユリーの代わり。マジでたくさんいる。スレッタやっぱりクローンか。の事実が続々と。こんな穏やかな音楽なのになんでこんなにゾッとするんだろう。スレッタもういらない。カブンって魔女の集まりって意味では。本当に空っぽにするんかよ、ま。エアリアルにも拒絶されちゃん。びっくりチャイルド。なんかまた新しい言葉出てきたね。うわぁ、明るい BGM で何えぐいこと言ってんだ。またぶち込んできましたな。同じ遺伝子なのにスレッタには耐性がないのか。ついに全部明らかになってしまった。これエアリアルがスレッタ個人で生きろって言ってるのか。エリクトはスレッタを自由にしたいのかな。これは外エリーがスレッタを突き放してくれてる。悲しすぎるやろ。プロローグからエリーは死んじゃったのか。お姉ちゃんスレッタを巻き込みたくないんだな。これはエリクトの姉心なのか。戦争に巻き込まないようにしてくれたんだな。優しいなエリクト。やっとスレッタはスレッタとして生まれてこれたのかな。シンクロ率 0% になっちゃったか。母は母なりにスレッタのこと考えてたのか。ガンダムの呪いから解放してあげたってことか。なんだかんだでお母さんもスレッタちゃんに重荷を背負わせたくなかったのな。プロスペラもプロスペラでスレッタちゃんには幸せになってほしいんだ。プロスペラ初めてなんかスレッタに対しての本物の慈愛を感じた。これでスレッタ、本当に全部失ってしまったな。今のスレッタに自由に生きろとは酷な選択よな。どいつもこいつも優しさが下手くそか。こうなるとやっぱりスレッタはシュバルゼッテに乗るのか。今さら自由に生きろと言われても、ダヨスレッタからしたら。ラスボスはエアリアルになるんちゃうかこれ。皆がスレッタのことを思うからこそ突き放すっていうこの残酷さ、最高だな。空っぽな私ってタイトルで穴埋めする話かと思ったら傷口広がったんだけど。全員スレッタに優しいけど全員スレッタを捨てる選択するのね。全員がスレッタとの関わりを断つことがスレッタの自由へとつながるってことだろうな。優しさなんだろうけど、登場人物全員言葉が足りなさすぎるよ。ミオリネもソーダガエリクトもプロステラも相手を思うのはいいけどめっちゃ手厳しいよね。マスレッタが依存してるからこれくらい突き放さないとダメなんだけど。エアリアルは愛の無知が過ぎる。ミオリネさんは言葉が足りない。おかんはもう少し後のケアを考えろ。エリーもおかんもスレッタのことを考えてあえて突き放したけど本人には何一つ伝わらず用済み扱いで捨てられた子扱い。お前らコミュニケーション能力ゼロか、ゼロなのか。言葉が足りないせいで脳が破壊され尽くしてしまうスレッタ。スレッタを好きな人たちがみんなスレッタを突き放していく。なんで誰もちゃんと説明してやらんのだ。まあここまで利用するように教育してきて放り出すってのもある意味ひでえよな。復讐なら僕たちだけでやろうよ。スレッタを巻き込まないで、だもんな。まだスレッタ高校生なのに育児放棄だよなこれ。いやこんなステイヌですやん。修復不可能よ。そもそもエアリアル本当にスレッタいらんしどうすんだろこれ。愛情というか、最低限のケア。スレッタさすがにかわいそうすぎるやろ。まあ、復讐と本物の娘のためには仕方ないということだろうかね。スレッタ他のエリクとクローンたちは捨て駒だった。エリクトちゃんの姉としての優しさだけじゃなく、プロスペラもなんだかんだでスレッタの母親としての優しさがあったんじゃないか。とりあえずプロスペラもスレッタのことをどうでもよいと思ってるってわけじゃないのは救いだな。
プロスペラ怖いとか言ってごめんな。手のひらくる。よかったよ。プロスペラにスレッタへの愛情もあって、もっと利用しているのかと思ったら本当にスレッタのためになると思って学校を送り込んでいたんだな。もうガンダムに乗れない主人公か。こんなの今まである？マーチ級エミオリネを助けに行く展開までは読めてる。最後エリートスレッタがやり合うのかな。スレッタのことみんな巻き込みたくないんだけど、スレッタはそんなの知らんもんな。これ中身誰もいない新機体にスレッタが乗る感じかな。ラスボスアリアル対新機体スレッタだったらマジで面白いわ。これどうすりゃよかったんや。子供時代スレッタがエアリアルに初めて乗るときに、エアリアルがいずれパイロットなしでも動くためにあなたがしばらく乗ってあげてって言っておくべきだったんか。一番衝撃的だったのはエリーが僕っ子だったところや。みんなしてスレッタを持って突き放してるんよな。依存してばっかやからしょうがないとこはあるけどさ。でもこれで母親の影響下からスレッタは外れたわけやし、先に父親の支配下、庇護下から離れたグエル&ミオリネと合流って流れじゃね。これ最後はハッピーエンドで終わるな。これからスレッタが奪われた物取り返しに行くんだな。ダブスタクソ親父もお母さんもエリーもミオリネさんも相手に分かりにくい愛情すぎる。なんとかしてくれよ懺悔室セセリアちゃん。懺悔室にセセリアちゃんがいたとはな。マルタン弱み握られちゃったね。そんなことよりメスガキ懺悔室で捕まったマルタンはこの後どうなるんだよ。懺悔室でセセリアで抜いてしまいましたって言ったらどうなるんや。おかずもらえる。ミオリネが離れた代わりにスレッタのおもり役になってくれる父パイセン優しい。スレッタは父パイセンと結婚しろ。モビルスーツ操縦以外完璧超人のオリジナルエラン君。そもそも企業のトップになるのに脳筋パイロット技術を求められる花嫁ゲームがクソだからしゃあない。福園ガンダムに乗せて後ろでふんぞり返るという脳やぞ。モビルスーツ以外なろう主人公みたいなステータスやな。生身の格闘も普通に強かったからな。それをやすやすといなしたグエル君が強すぎただだったか。公式草。エナオもペトラもこいつもビジネススーツになるとグッとエロくなるのはなぜ。出番一言だけだったけど可愛かったのだ。これでれ、扱いはひどいのだ。最初の意地悪キャラが嘘のようだ。先週エアリアルとミオリネに決別された今季一ナにも知らされてないかわいそうな主人公スレッタさんですが、今週は逆にいろいろ真実を知ってしまった上でそれが愛情なのに気づかず宇宙に放り出されてしまいました。とりあえずプロスペラママもエリクトもスレッタのことを思って今までやっていた行動なのは分かったけど、ほんと皆さんが言うようにお前ら不器用すぎて言葉足らずすぎるだろう。いい加減にしろよ。まあでもいろいろあーだこーだ説明しても結構な依存症のスレッタは効かない可能性もあるけど、それでも言葉足らずすぎない？あとあんな宇宙に放り出されてもさ、ちゃんと学園まで送り届けてあげなさいよ。今回の MVP はどう見ても父パイセンですよね。スレッタ立ち直らせるためにここまで熱くなるとは、マジかっこいい。てか地球寮のみんなちゃんとスレッタのこと心配してんじゃん。スレッタ、仲間いるよ。一人じゃないよ。そこに気づけよ。エラン君はエラン君であっさり自分が強化人士ってバラしてひょうひょうとしてるのがいいです。このエラン嫌いになれないな。正直これでスレッタはある意味自分の出生も分かったし、むしろここから上がるための立ち直りフラグが見えてきました。今日の展開で結構ハッピーエンドも見えてきたかなって個人的には思います。スレッタ次第だ。マルタンとセセリアの懺悔室のやりとりは何なのこれ？ギャグっぽくなってるけどこれがニカネーを救う気かっけになったりするのか。それとも？以上最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひチャンネル登録お願いします。次の動画でもよろしくお願いします。